ごきげんよう、望月ひまりだよ。こうさぎちゃん、このポーズ見たことありませんか？こう…こう…がよくやってる、こちらを見つめ手を差し伸べるポーズ。そう、別館校立ちです。これは大人気イラストレーター別館校先生が描くヒロインがよくやってるポーズとしてあまりにも有名ですね。ただし別館校立ちの呼称は公式認定の用語ではありませんので、このポーズ全般を他の方が描かれた場合にまで別館校立ちと呼ぶのはご遠慮ください。あくまで世間でそのように呼ばれているということで。はい。そんな別館校先生といえば、ベボブランドオーガストユー、オーガストとあのドスケベマネーモンスター DMM が協力タッグで制作したアイリスミステリア。そう、もうお分かりですね。なんと今回はDMM さんから企業案件をいただき、オーガストさんにこのような言論への許可をいただいております。おー、というわけでまずはじっくりねっちょりとオーガストさんについて語っていきます。オーガストさんといえば代表作に月は東に日は西に、夜明け前より瑠璃色なフォーチュンアテリアルと、コウサギちゃんたちも一度は遊んだことがあるような名作たちが揃い踏み、明るく楽しいをコンセプトにしっかりと練られたシナリオに魅力的なキャラクターが目白押しという、上級者まで幅広い層から支持を得ている優等生ブランドです。手堅く作り続けて決して70点は割らない、地雷という言葉には無縁なブランド。おすすめのメーカーとして紹介できる堅実さがあります。さらに近年では愛欲のユースティア、千の波頭、月染めの後期のような自社ブランドのこれまでのイメージをぶち壊す、ハードで大敗的な世界観でのシリアスストーリーを持つ作品を制作したりと、常に進化し続けるユーチン。先ほど近年と言いましたが、愛欲のユースティアは2021年で発売10周年、決まりがついついてしまうだけで世間的には近年ではないです。すみません、10年間も好きなんだと思ってください。どちらかといえば決まりはちょっとハートめな世界なんです。フォーチュンアテリアルまでの作品ももちろん好きなんですが、こうもうちょっとなんというか刺激が欲しくなる時もあったので、愛欲のユースティアにはビビッときましたね。そんなひまりが大好きなオーガストさんの最新作アイリスミステリア、少女の紡ぐ夢の秘跡、本当に大好きでしょ。なんとこれまたひまりが大好きでいろんな意味でお世話になってる DMM ゲームズさんとの協力タッグで開発したアイリスが紡ぐ学園 RPG。 キャラクターデザインに別館校夏の伊予、シナリオは榊原拓、内田博之、安西秀明、鏡谷光一、エイト、音楽にはアクティブプラネッツと、これぞオーガストといった夫人。メインビジュアルでは本作のヒロイン兼案内役のゆいちゃんが見事な別館校立ちを決めていますね。それまでのオーガスト作品は基本的にふわっと青春恋愛もので、ファンシーな雰囲気すら漂っていたんですが、いきなりスラムを舞台に人身売買だとか売春婦だとか言い出したので、さすがにびっくりしましたね。月から来たお姫様と恋しちゃおうとか言ってた頃のオーガストはどこに行ってしもうたんやーと思ったんですが、まあひまりはこういうのの方が好きなんでね、よかったです。ではアイリスミステリアのドスケベなイベントスチルを見ていきましょう。お、最初は風呂の乳比べですか。わあ、いいですね。このたわわなおっぱいの柔らかさを存分に押し出したこのイベントスチル、大きいから小さいまであらゆるサイズに対応。あー、これは刺さらない人はいないという計算ですね。素晴らしい。次、あらららららららこの後めちゃめちゃしたみたいな感じですね。素晴らしい。なんかこう友情とかもね、結構作中では描かれたりしててね、なんて言うんだろう、壁になった気分も味わえるし、ハーレムも味わえるしっていう感じでね、もうとにかくあったけえ世界なんですよ。次、お、なんだこれは。妙だな。このタコ随分とヌメヌメしているようですね。おやおやおや。またね、いい感じにね、おっぺいが強調されているのもね、素晴らしい配置ですね。そう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 。このね、水着会というイベントをね、ちゃんと出しつつ、おっぺいも
ちゃんとね、見せるとこ見せてくる。もうだってこのタコの足の上にね、おっぺいが乗ってますからね。素晴らしい。どんなにね、引きのおっぺいでもちゃんと前に出る。前に出たいというね、おっぺいの気持ちを見事に組んだ素晴らしいスチルでございます。次。あやまー、かわいいね。満点取れたの。あら、じゃあご褒美あげないとね。ちょっとひまりとあっちの個室においで。次。いいですね。 FPS 別館校ですか。素晴らしい。ヒロインが手を差し出すだけではなく、こっち側が手を差し出してね、ほめほめするという、素晴らしいですね。あーいいね。次。お、日常シーンかな。みんなで楽しそうにお掃除してますね。なんかさ、こうベッド右のね、女の子のお股を見ていただければわかると思うんですけれど、このなんていうの、ちょっとスカートの食い込みというかね、キュッと入り込んでる感じがね、地球、恥ずかしい丘の方のね、地球をね、想像させられてとってもいいですよね。太もももムチムチで大変いいと思います。モップのペースラーもね、ちょっと拝めるという、素晴らしい、素晴らしいですよ。次。はい。これは戦闘シーンのベッドスチルかな。なんかこういうシリアスなシーンもあるっていうことなんですよね。まあ実際ね、なんかこうみんなで、世界を救うために冒険をしながら、結構ね、下水やつが出てきたりするんですよ。まあその中でね、なんかこう平和な日常シーンとバトルシーンをこうポン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 ね、こう行ったり来たりするんだけどね、かっこいいとね、かわいいをね、両方摂取できてね、とても素晴らしいバランス感覚なんですよ、アイリス・ミステリアは。この辺も必見なんでね、ぜひコウサギちゃんたちも文章と素晴らしいストーリーとともに楽しんでいただければと思います。次。はい。こちらもバトルシーンかな。やはり地球にスカウトが食い込んでますね。これはアイリス・ミステリアのこだわりなんでしょうか。このガーターベルトみたいなおしゃれベルト、ドスケベでいいですね。制服なわけじゃないのかな。はいはいはい。ちゃんとシリアスな戦闘シーンでも乳袋を忘れない、素晴らしいですよ、オーガストさん。次。お、これが最後ですね。なんかこう刃がね、可愛いんですよ、オーガストさんって。このちょっと牙っていうのよくね、あのちょこちょこね、絶対一作品一人ぐらいはね、こういうお口の子いるんですけどもね、可愛いんだな。なんかこうその歯、ひまりが舐めずってもいいかなって思うぐらいにはね、可愛らしいんですよね。みんなほのぼのしつつもね、みんなが美少女たちが切磋琢磨し合う素晴らしい光景を見ながらね、共に喜び、共に苦しみ、共に分かち合っていければと思いますね。ぜひコウサギちゃんたちもドスケベ堪能してくださいね。なんかここまで全部見たけど、スチルだと意外と別館校立ちってないんだな。まああとは YouTube さんに怒られるから見せられないけどね、スケベな CG もどちゃくそあるからね。女の子の可愛いイラストだけじゃない、シナリオもきっちり作り込まれていますよ。あらすじを簡単に説明すると、主人公は冥界の王、名前というか劇中ではまんま冥王様、ハデス、旦那様、先生などと呼ばれています。物語冒頭、なんとこの主人公が一生懸命管理していた輪廻転生を司る世界樹が大炎上してしまいます。炎上は怖いですね。主人公はこの謎の不審火を己の身を犠牲にして消火、なんとか世界樹の消失を防げますが、そのほとんどは焼け落ちて世界樹は休眠状態になってしまいます。そうするとどうなるかというと、新しい人間が生まれなくなってしまいます。少子化どころの騒ぎではありませんね。そこで主人公は焼け落ちた際に世界中に散らばってしまった世界樹の力を集めるためにヒロインたちと冒険に出かけます。章ごとに各ヒロインたちがじっくり掘り下げられて、主人公とのイチャイチャはもちろん、ヒロイン同士の関係も友人、先輩、後輩、師弟、姉妹、果てには親子まで、幅広く様々な女同士の来ましたわーを味わうことができます。さて、ここでひまりお気に入りの女の子を
宝石さんたちに紹介しましょうかね。ゲームのヒロイン兼案内役のゆいちゃんです。マリはびっくりしました。本作には全年齢版と18禁版があり、もちろんひまりは18禁版であるアイミス R をプレイしていたんですが、開始数分と経たずに主人公とこのゆうちゃんとのスケベシーンに突入するんですね。ひまりは他の DMM ゲームズさんの作品もプレイしたことがありますが、他と比べてもこれはなかなかの好タイムです。でもね、ゆうちゃんは開幕即スケベの手頃な女だけではないんです。主人公が数万年単位で管理していた世界中に宿る精霊のような存在で、ある意味どのヒロインよりも主人公に恋している女の子。基本的に明るく場をにぎやかにしてくれるマスコット的な存在なんですが、実はシナリオを進めるとちょっとダークでスケベな衣装にコスチュームチェンジ、そして悲しいことに主人公と敵対することになります。第10章ではこの闇落ちゆうちゃんとのガチバトル、数々の伏線も回収され、バトル演出も気合が入ってますよ。この10章までは初回クリア時に消費される BP、 いわゆるスタミナのようなものの消費が1になり、さらにバトル敗北時には一部パラメーターがアップした状態で再挑戦できたりと、初心者にも優しい仕様になってますから、ぜひコウサギちゃんもこの第10章までは頑張ってプレイしてほしいですね。お次は女騎士のアシュリーちゃんです。テンプレコーマンチキなクッコロ系の女騎士かと思えば、すごく真面目で努力家な女の子。これだけだと別にひまりの金銭には引っかからないのですが、なんとこの子犬好きなんです。犬というかケルベロスなんですけど、ひまりも近所のおばあちゃんが飼ってるパグを溺愛しているので、この犬好き設定は響きましたね。犬好きに悪い人はいねえから。実際アシュリーちゃんはめちゃめちゃいい子ですし、ちなみにね、すごく真面目でいい子だけど、アシュリーちゃんとの最初のプレイは野外です。まあアイミスでは結構なヒロインが野外プレイをたしなむので、特に珍しくもありません。アシュリーちゃんはゲーム開始序盤から仲間になる女の子の一人で、ステータスは攻撃力が高く素早い、わかりやすい性能で頼りになりますね。コウサギちゃんもぜひアイミスをプレイして、アシュリーちゃんとの野外プレイを楽しんでほしいですね。と、今回はひまりがアイミスについて語ってきました。ひまりのライフワークである好き放題語って、しかも企業案件でお金までもらえるなんて、好きなことして生きていく YouTuber って感じですね。これを機にコウサギちゃんもアイミスをぜひ遊んでみてね。概要欄に URL を貼ってるからよろしく。現在アイミスでは無料ガチャなど大盤振る舞いのキャンペーンを実施中。そしてそして、これからアイリスミステリアを始める初心者のコウサギちゃんにおすすめポイントをご紹介いたしましょう。4月7日リリースの応援ミッション、こちらが大変おすすめとなっております。ポイントその1、10章まで全力サポートで遊び方を学べるミッションがあるよ。ポイント2、クリアまでに各属性 SSR1 枚ずつ合計5枚もらえましょう。そして最後、ゲーム開始するだけで1万2000個フレアライトもらえているのに、なんとなんとミッションクリアまでにさらに7500個ももらえてしまう。なんてすごいんだ。これはやるしかねえぜ。アイミスをプレイしたことがないコウサギちゃんも、プレイしてたけどやめちゃったコウサギちゃんも、ひまりと一緒にアイミスで遊ぼうぜ。それでは、望月ひまりでした。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく、して。